皆さん明けましておめでとうございます。今年も2020年も南畑物語バンバンと盛り上げていきたいなと思っておりますが、実はですね、もう放送は正月明けての放送でおめでたい正月なんですが、まあ放送日が1月3日ということで、今日はですね、まあ実は収録になっております。今ここ南畑に来ておりますが、まだこちらの南畑は年末でございます。今まさに今日はですね、南畑もう今年最後の、あ、今年2019年最後のイベントであります南畑ボウブラ市場が開催されている会場にやってきてるわけでございますけれども、今ちょこっとずつ会場に近づいてってるとこですね。いらっしゃいます皆さん、ちょっと覗いてみましょう。さあ会場に近づいてきましたよ。おはようございます。もうこんにちはですね。これ今ラジオの収録してます、はい、すごいね。大倉の課長です。明けましておめでとうございます。これ放送1月3日なんですよ。これ明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今日はいかがですか。いや、お客さんはもうちょっと落ち着いたぐらいですかね。ちょっと落ち着きましたね。午前中の方が多かったはずですからね、はい、そう、明けましておめでとうございます。皆さんです。明けましておめでとうございます。ちょっとお名前を。みなぱん、みなぱんのみなです。2019年どうでした。最高でした。お忙しかったでしょ。また今年、そう、これ放送はね1月3日なんで、うん、今年も頑張っていきましょうね。今年も頑張ります。みなみなた盛り上げていきましょうね。いきましょう。よろしくお願いします。こんな感じで地元の方もたくさんいらっしゃるんで、ちょっと覗いてみましょう。ここは会場はですね、南地区公民館の隣ですね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お、高岸くんがいらっしゃいました。あのね、明けましておめでとうございますなんです、実はこれ。明けましておめでとうございます。高岸くんです。どうですか。はい、はい、今市場です。ボウブラ市場に来ましたけど、今日はですね、あの朝からよいしょよいしょという景気の良い声がペッタンペッタン、ペッタンペッタンという音とともにですね、はい、これ腰痛めるやつですね、僕やると僕もちょっと高木さん、こう置いときますね。はい、僕もちょっと、まあ、高木さんはですね、あの洗い係ですよ、これ水で、はい、お鍋とか尺を洗っております。うん、さっきまでついたりもしてたんですけど。ですよね、はい、さすが裏方で頑張っておりますよ。ありがとうございます。どう、2019年どうでしたか。2019年は、うん、まあ、本当にいろんな方のおかげで、うん、いい形でですね、南畑が盛り上がってきてるんじゃないかなと。そうだよね、はい、だいぶ2019年変わったよね。いや、めちゃくちゃ変わったと思います。もう、ね、もともといらっしゃる区長さんと地域の方と移住者の方が力を合わせてですね、いや、もう本当に感動しました。もう高岸くん目がギラギラしてるもん。2020年、今年はどんな年にしたいですか。2020年は、中川、南畑を世界に発信します。世界発信、ワールドワイド。お、車も賑わっておりますよ。じゃあ、タカちゃん、またね。はい、どうもありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、ペッタンペッタンですよ。お疲れ様です。これは餅をつく音でございます。お、これ何の色ですか、お餅。これ紫芋。紫芋を混ぜている。混ぜ込んでる。すごい。ほんのり紫の。あ、こっち。こっち今からまさにつくとこですね。お疲れ様です。これ今収録中ですよ、ちゃんと。あ、しおちゃんが来ましたよ。はい、おはようございます。こんにちはでした。今日どうですか。朝から、はい、もうお餅10パックとか。10パック、うん、あ、あ、餅めちゃくちゃ美味しいですよ。すごい、お餅会計売ってますね。すごいです。あ、横は長尾巻き巻きは忙しそうに、ラジオなんか喋ってる暇ないんだよって顔しながら。あります、あります。お疲れ様です。お疲れ様です。
もう、いいじゃないですか。いやもう一応明けましておめでとうございますですよ。あ、明けましておめでとうございます。放送は1月3日なので、ここはまだ29日ですよね。そうですよ、ね、今日お客さん来てくれましたから、さん、そうですね、あの10時頃からは結構バーっと来て、今ちょっと落ち着いてますけれども、そうね、結構あの佃煮とかも全部売れちゃったり、はい、してます。お餅がね、まだいっぱいありますので、ね、いいですよ、ちょっと買って帰ろう。ぜひぜひ、年を越さないと。そうですね、なえどうしたんですか。あ、わすごい、これ何の色ですかこれ。紫芋です。へ、紫色の餅。テラグラ名物。あ、そうなんだ。なんでテラグラになったという。テラグラ違うみたいよ。絶対するっちゃう。え、これ昔から紫芋の餅あるんですか。はい、昔からある。ないですよ。ないよね。ないですよ。これで鏡餅作るんですか。いや、まさか。ちょっといやらしい色ですよね、なんかね。うわ、すごい、これ面白い。味もほんのりなんかお芋の味がするんですか。ありがとう。しますよ、食べてみてください。こう食べていいんですか、これ。なんかこれはそのまんまが一番美味しい。うん、あ、いいですよ。いきなり今餅を手渡されて僕は食べておりますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。喉に詰まりそう。芋ね、芋いきなりもらっちゃった。芋と佃煮とか、うん、わ、すげえ。ここは 何ブースですか。ここは休憩所です。もう脱落者がみんなここに来て。これボーブラの、ボーブラっていうんですか、うん、食べますか。うわ、すごい、うん、食べます。食べていいんですか。どうぞどうぞ。すごい、これ何が入ってるの。ボーブラと、ボーブラのかぼちゃと、うん、団子、はあ、スイートみたいな。今さん先にいただいてます。どうかな。はい、これラジオの収録してるんですか。うん、濃いなと思った。明けましておめでとうございますよね。明けおめです。明けおめ。おにぎりと団子汁、うん、ボーブラ団子汁。ぬるいかもしれんけど。マジですか。ちょっとこれ食レポしますね、僕が。ボーブラ汁ですよ。想像をするの。手が白いわ、前も白いわ、もう大変だ。甘い、うん、なんかおいしいね。でもね、うん、スイーツだね、うん、ボーブラみたいな。ボーブラってこれかぼちゃ、もうかぼちゃの一種ですよね。かぼちゃの、うん、もう色はもうかぼちゃの色ですよ、黄色くて、うん、ここにスイトンが入ってる、うん、そうです。スープも飲んでます。栄養補給。朝から何も食べてないけど。しみるね。今年はこんにゃく大注目だったもんね。ありがとうございます、おかげさまで、ねえ、うん、うちのビールでもこんにゃくが流行ってますよ今。 ありがとうございます。営業行かしてもらいました。ちなみに今喋ってるのはあの寺井元実行委員長。元です、元実行委員長です。また次元そうだと思います。お世話になりました。どんな1年でした。いやもうまたさらに、まあ、去年も出会いの年だったんですけど、うん、今年さらにまた。これ放送が2020年なんで、うん、一昨年が出会いの年だったんですね。一昨年も出会いの年だったんですけども、移住した年だったんで。はいはい、そうですね。で今年じゃない、去年か、去年さらにあの、まあ、その元ですけど実行委員長で、ね、あの美術散歩の実行委員させてもらって、でまたさらに新しいあの深いお付き合いができる仲間がたくさん見つかって、もう本当に出会いの年にますますなりました。ますますですね、はい、この2020年もありがとうございました。お疲れ様です。2020年もさらに大事にね、最後まで、はい、出会いの年ですね。出会ってさらにそれをなんか恩返しできる年にできればいいなと思います。はい、まあ、地域のためにも皆様のためにも中川のためにも。いや、いい1年でしたね。はい、はい、ありがとうございます。僕から見て楽しかったです、うん、私 もう楽しんで、あ、餅が楽しんでやらせてもらってます、ね、またじゃあ、うん、2020年も頑張って楽しんでいきましょうね。はい、はい、よろしくお願いします。美味しいボーブラ汁ありがとうございます。はい。美味しい。ズルズルっと。あ、こっちある。お疲れ様です。
ここは何係なんですか？休憩係。食事担当です。基本的に食べ物があるところに立ってます。このかしおにぎりまたごっついね、お肉。2019年どうでした？1年。楽しかったですね。どこを切り取ってもいいことばっかりって。本当に？私は ね、悪いことなかったんですよ。いやもう楽しかったです。南畑の中で。なんかでもまたこの2020年に向けてなんかもっと面白いことが起きそうな気配がしますよね。します。するよね。すぐそこでやばいね。するよ本当に。これもう南畑だけじゃないですけどね、中川全体で、なんか社会わかるよね。そうでもない。この感じがしますよ。するよね。希望もあるし、なんか俺そんな気がしてきたな最近。なんか明るい未来がすごいこう感じるよね。すぐそこにあるような感じがします。それはすごく感じます。なんか根拠はないけれどもみたいなね。それはすごく感じるので、2020年もじゃあ、よりより明るい未来を作っていきましょうね。楽しみにしてます。やっぱ食べ物は溢れてるってのは ね、それがね一番大きいですね。何よりですよ。何よりですよ。美味しいパンも作っていただいてね。本当ですね。何よりですよ。によりですよ。顔真っ白ですけどね。みんな顔真っ白。うちの周り真っ白。俺ももう前真っ白だけどね。うちの周りやばい。鼻の頭も白いです。バレた。今日はねこういう化粧なんですよ。あ、餅つきバージョン。なるほど。まあだからお餅ついてついてもわからないように最初から白塗りしてるんですね。そうなんですよ。なんかそういう祭りがありません？ありますあります。ありますよ。いやー。さあこちらにはお疲れ様です。ご無沙汰します。どうも。お元気そうで。やっとお顔が見れた。あそこキャプテンに来た。うん、一回来られたでしょ。ホームランは持ってこうって言うとだった。あ、飾るもんで、あそれは嬉しいかも。あれだ、今日行く、行く、今から行きますよ僕。いや、それ持ってもらおうか。あ、本当？あと1本あるじゃん。じゃあそれぜひ飾らせていただいて宣伝しますよ。取れます？取れない。美味しい。これつきたてもいいとこやん。ブチって取ってください。俺の芋。あ、そうなんや。すごい色がね。これどんくらい、もうちょっと濃い方よかったね。そうね、もうちょっと濃かったらね、もっとべちゃべちゃになるけどね。あー、そっか。色はいいよ、ほどよく色がついてる。それとね、ボーブラの黄色がね、ボーブラ。ああ、そっか、黄色い。あ、今ちょうど黄色のがつけた。うわ、す、これなんかアートができるね。そうそうそう。いろんな色で。ビートがまたね、綺麗でしたね。あ、冷凍しとる？冷凍した。食べれて。ビートが大きくなったら、また。こっちまたくっつく。みんなにくっつけて回ると。みんな鼻の頭が真っ白やろね。確かに芋の味がしょ。うん、しますよ、ほんのりしますよ。ほんのりしてくるよね。紫色のお餅っちゃうこれ珍しいな。珍しいよね、割と。いやいや、これからですね、来年1年も頑張っていきます。来年じゃないか、これ今ラジオの収録してるんですよ。あ、そう。そうそう、どうですか2020年。抱負をお願いします。これからいろいろ問題が山積しそうと思うけど、まあそうですよね、まあ、協力して頑張っていきたいと思います。そうですよ、社長中心に。社長中心に。中心に。南畑物語。今ですね、ボーブラをいただきましたよ。これぜひ私がやってるお店キャプテンに飾ってほしいということで、このもう曲がりくねった形してますけど、これ重たいですね。中身がぎっしり。ボーブラっていうのはね、かぼちゃの一種ですね。長細い。あ、お疲れ様です。どうも。今ラジオの収録をしております。はい、お疲れ様です。もうこれ放送1月3日なんで、明けましておめでとうございます。あ、そうですか、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。と言いながらまだここは年末なんですが、2019年はどんな1年でした？とにかく忙しかったです。忙しかったですね。はい、
でもなんかね、いろんな意味で終わりよければ全てよしみたいな。そうです、いい12月の年末になりましたね。今年は私についてました。あ、全て持ってる年でしたかね。そうです、多分あの年明けてやら、はい、億万長者になっとると。あら、そこまで吹いて宝くじが当たるんじゃないかと。ここまでついてたらね、最後ドーンと大きなあれが来るかも、はい、期待しております。いや、もうそう、もうなんかそこまで月が良かったら後が怖いので、まあここら辺でやめときましょうかみたいな。まだ飲んでないのに。今日ここは何ですか、焼き芋コーナーですか。はい、焼き芋です。1個150円、これすごい、なんかいい匂いが来てますね。次から次に売れてます。あ、本当、まあ、今日寒いもんね。そうですね、焼き芋日和だ。じゃあ2020年はどんな1年に。2020年はですね、はい、もうチャレンジです。チャレンジ、はい、もっとチャレンジ、もっとチャレンジ。今年もだいぶチャレンジしたけどね、秋も。ああ、どうぞどうぞ。ま、ちょっとまだ焼けてない。あ、ちょっと、もうちょっと待っていただいていいですか。チャレンジですね、はい、はい。何をじゃあチャレンジしましょう。何をチャレンジ、今までと全然違ったぐらいに発想を変えて、と言っても年寄りですから。急に弱気になりました。あのですね、実を言うとですね、はい、5カ年計画の中で、はいはいはい、世代交代をやろうとしております。そうかそうか、はい、もう私の使命は人材育成で若返りです、うん、はい、だまあいい形でしっかりね、バトンタッチできるようですね。です、はい、いいチャンスをもらえたこともありますんで、はい、そうですね、はい、ま、まあまあ一緒になってやっていきましょう。じゃあ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今年もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしく。お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりです。なんか疲れ通したで大丈夫。もう眠かった。こんにちは、お疲れ様です。今日何売ってるんですか、これ。まずは一番おすすめはどれですか。一番おすすめはもう、じゃあ お名前を聞いておきましょう。お名前は自己紹介お願いします。南畑の母、佃煮の女王。そうそうそう、全員としこさん。全員としこさん。わあ、自然薯だ。これどうやって食べると一番。うん、そう。あ、そういうこと。普通にこうすって、自然薯。すってもね。うん。本当固まって。なりますよね。そう。え、これさ、例えば。1本でというか、どの量はどのくらい。まあ確かにお蕎麦に入れたらいいですね。家族何人。ね、年末は蕎麦食べるのは 1,2,3 あ、で大人が4人と子供が3人か。7人ぐらい。普通やったら結構大きい方がいいよね。いいよね。やっぱ一番立派なやつがいいかな。立派なやつがいいんじゃない。これはもう今日持ってきたやつ一番立派な、うん、これは立派やね。本気のやつです。ちょっとじゃあこれ一本あと手を焼いて、はいはいはい、手だけ抜けらないから、ね、炙って、あ、一回炙る。そうこれ、ね、ちなみにこれ自然薯ですよ。はい、手を焼かんとね、この手がもそっとするんですよね。はい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 、うん、簡単に今度炙ればシチシチ焼けていく。あ、そうですか。で、皮は、そして、いや、皮は剥かんで、剥かないんですね。ザーッともう倒してチャチャーッと洗い流す。少し火で炙ってさーっと毛を落とす。皮のこうついとっても食べれることないし、もったいないで、ね、そしておいて、おろし金で、私はする鉢でするけどね。あ、なるほどなるほど。大変やからおろし金で押してバンとこう塊ができるから、はいはいはい、これを伸ばすのに。なるほど。お蕎麦はもうお酢目一緒についたやつをこうできるじゃんね。うん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 、だからそのお酢目をねちょっと濃いめにする。はいはいはい。なるほど。つけて濃いめに。そうかそうかそうか。うん。お出汁をね。それを少しずつ入れながら伸ばしていくすり鉢で、はあ、おろしでこうバチバチバチ。でそれを直接こう。うわ、最高。じゃあちょっとこれちょっとキープしといてください。後で買いに行きます。いや、僕テレビでお見かけしましたよ。もう前からみんな知っちゃうけど、ね、どう全然知らん人が声かけて気にしちゃうけどね、一生懸命考えて誰やったかね、一生懸命。ああ、テレビ見た人がね。誰ですかって言わないかんだ。すごいなこれ。他もすごい新鮮なお野菜が。お野菜が結構売れてしまってですね、はい、ね、いっぱいあったんですけど。それとじゃあ自己紹介お願いします。南畑一ノ瀬で自然薯を作ってます藤森と言います。藤森さん、よろしくお願いします。今年初めてね、いろいろお会いして、はい、これからまたなんかね、いろいろやっていきましょうね。よろしくお願いします。ラジオにもまたゆっくり出ていただいて。あ、ラジオに。そうです、そうですね、いいですね。藤森さん出ていただこうね。あ、ね、それでもいろんな種類がこう、どうですか、はい、今日のこのボブラ市場。いや、僕はもうこの日のためにというか、やっぱり
いいやつをこう、うん、用意したりとか。なるほど。あとはもう他の直売所に関してももう動き回ってたんで、はいはいはい、最後に仕事納めではないんですけど、うん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 、いい感じでこう年末の、はいはい、いわゆる餅つきだったりこういう伝統的な形でこう、うん、納めることができた、うんうんうん、いい1年でした。一応あの1月3日放送なんで明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。これ編集されるんですか。大丈夫ですよ。あの今お餅を購入してます。おすげえ、これ黄色と紫。ああ、かわいい。じゃあ白も混ぜてもらっていいですよ。普通5個入り、6個入りなんですか。5個入り。で500で来たんですよね。パックが切れちゃった。うん、じゃあ、そっか。グラム一応3パック分いただければありがたいです。助かってますか。ちゃんと働いてますか。ちゃんと働いてますか。ちゃんと働いてます。なんとか働いてます。いやじゃあ、はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうもお疲れ様でした。いやたくさんお声上げしちゃいました。本当ですね。もうぶら肩にぶら下げてますけど、これあの見たい方はぜひ喫茶キャプテンまで来ていただければ飾りますんで磨いて。噂のボブラで、いやあのね、添田社長も久しぶりにお顔が拝見できて嬉しかったですし、もうボブラ会議のおじさま方は皆さん、いい年やったって言ってたね。いろいろとね、いろいろね、今からっていうスタートが始まるので、それとまあね、寺井さんはじめ地元の若い人たちもみんな、そうですね、いろいろ変化があった年だなって言ってたので、2019年はですね、うんうん、なんか本当に今までなんか顔出されてなかった方もなんか、うんうん、今回この、ね、こういうのね、市場の方に関わってあって、はいはい、そんな風にこう地元の方が本当に増えてきてるなって思いますね。ありますよ、賑やかですもん、うんうん、なんかまあお客さんが、あ、お客様が来た、フィッシュが来たね、なんかね、お客さんが来る来ないじゃなくて地元の人がまず楽しそうにやってるのがまず基本だし、みんなでちょっとあの柏ご飯食べたり、ね、ほらまたほらお忙しく、しおちゃんも今レジに行っちゃいましたんで、はい、こんな感じで、じゃあ、ね、まあ、今日2020年最初の放送なんで、ですね、これから今年も、まあ、ぼちぼちと頑張っていきましょう。そうですね、頑張りましょう、はい、じゃあ以上会場から紀藤とまきまきとしおりんでお届けしました。さっきはるはるも出てもらったんで、はるはる出てもらった、はい、じゃあまた来週よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。たくさんお買い上げさせていただいてですね、今から、お店の方に戻りたいと思います。それではこの2020年も南畑住みつけ南畑ラジオ南畑物語よろしくお願いいたします。また来週。